丸竹さんですか。高身長イケメンの丸竹さんですよね。まあそう、部分的にそう。そう、オフ会でやりまくってるってほんまですか。どこで聞いたんだお前それ。おい、それ言ってたやつ教えろお前。おい誰だ。あかん、俺のチッチにテポドンって名前つけてんのバレるやんけこれ。発散される。いや、オフ会でも結構有名っす。いや、マジっすか。うわっ、やばい、タイタンで終わっちゃうこの店。めっちゃ楽しいわ。ちょっとオーバータイムいくかこのまま、はい、あートロールします。いや、なんで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 。俺もトロール。俺じゃあ配信者の暴露するわ。1ラウンド取るたびに。マジ、うん、いくかみんな。しゃあない、バロラントの1試合のためやったら売る。大丈夫、大丈夫、お願いします。スタンミさん、ゲーミングセンターのパンチングマシーン殴って骨折ったことあるらしい。おもろすぎやる。ちょっと、X トレンド入りさせていきます。ナイスナイス、暴露。俺、1ヶ月前に、配信中に1回だけうんこ漏らした。なんか最近情報漏洩したじゃん。はいはい。俺のコメントにさ、めっちゃさ、拡散しに行くんだよね。やばいやつが。なんか、ちょっと、あんま世間に活かせないような情報持ってる。そう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 。なんかさ、俺、ここで暴露しようと思うねんけど。マジで聞きたい。実はな、カニカマってな、カニじゃないねん。え？マジ？カニカマキルしてしもた。初めて知った。ほんと。待ってんだけど、ちょっと。